常温に戻していた黒毛和牛。銃言わない。ああ、言わなくて、言わなくて OK、 言わなくて OK。 じっくり焼いていきます。いや、じっくりやない。あ、焼かへんのかい。ステーキができたんで、ステーキ濃いめのレモンサワーでいただきます。4本目よいしょ。じゃあステーキ塩コショウ、じゃあいただきます。うん、クレソンと一緒に、クレソン一緒に頑張るとこ。この脂身いただこうかな。クレソンと一緒に。和牛がうまいのかクレソンがうまいのか、両方。クレソンがあるからさっぱりしてた、うん、美味しい。薄く切ってるから火の通りが、火の通りがっていうか、あの早いから強火だともうすぐもう台無しになっちゃうから。塩コショウせずに、あとタレをつけて食べましょうか。でタレはいつも最近これハマってるな。あっさりしてるからいいよな。これ使うと他の焼肉のタレも使える。いや、昔ね使ってたあの金龍、金龍、銀龍、金龍な。あれが子供の時な、食べてたあのタレがめっちゃ食べたいねんな。視聴者の皆さんは金龍、銀龍の焼肉のタレって知ってますか？どこ探してもないんですよあれ食べたいな。ちょっとこう味噌系ので、金龍はニンニク入り、銀龍はニンニクなし、入ってないね。いや、そろそろイノシシの肉が焼けたんで、ジビエが焼けたんで、タレに。うまい。そして先ほど漬け込んだ浅漬けのもとに湯バラが。うん。まだ浅いけど美味しい。臭みないやろ。イノシシ。
そして飲むことも忘れない。あ、なくなった。から。それでは5本目。麹レモンサワー。キリンから出てるやつ。これいただき。豚と違う、牛と違うこの旨味。この味が食べたくて島根から取り寄せた。あ、実はね、うちのカムさんのお父さんね、島根県出身なんですよで、ちなみに亀さんのお母さんは九州熊本の天草。そうでしょう。なぜ今ここに栃木にいるんですかね。さあ、ではキャンプ場の、人から斉藤さん、こちらの方から夜景を見たら綺麗ですよということで、野田がちょっと前の炎が出てないところで焼きます。今これ並べてるのが小米。今日はベル。スコッチ。いただきます。カメさん買う。
この人は分かんないけど、コラーゲンリッチャンお肌のいいよ無駄な抵抗星も綺麗だな全然雲かかってないな、うん、途中でちょっと曇りになったりとかしてたけどもう天空は北斗七星綺麗だね動いてる光が。Who is it?